PDC ユニコーンウィメンズワールドチャンピオンシップは、プロフェッショナルダーツコーポレーションが開催するダーツのトーナメントである。18歳以上の女子プレイヤーなら誰でも参加できるオープントーナメントであり、PDC が2010年に新たに導入した3つのトーナメントの一つでもある。p d c アンダー r 21ワールドチャンピオンシップと同じく PDC に ダーツ用品を提供しているユニコーンがタイトルスポンサーとなっている。このトーナメントの決勝はワールドマッチプレーの決勝の前に行われ、その模様はスカイスポーツで生中継される。p d c アンダー21ワールドチャンピオンシップと同じく熟練したプレイヤーの少ない層を強化する目的で導入されたトーナメントのため、二人の決勝進出者は翌年と 翌々年の PDC プロトラのカードホルダーとなり、ライリーズダーツオンズからのスポンサーシップを受けられ、同年に開催されるグランドスラムオブダーツの出場権も得られる。このトーナメントの賞金は PDC オーダーオブメリットに反映されない。賞金は以下の通りとなっている。2010年の賞金総額は p d c アンダー r 21ワールドチャンピオンシップと同じであり、 イギリスとヨーロッパ以外で開催された PDC プロトゥアに属するトーナメントよりも多く、イギリスとヨーロッパで開催された PDC プロトゥアに属するトーナメントよりも少なかった。また、W2 以外、武の3番目に賞金額が多いトーナメントである、ダッチグランドマスターズのメンズトーナメントの賞金総額を上回る。2010年における他のトーナメントとの比較は次の通りである。 本戦の日程、会場、タイトルスポンサー、テレビ放送などの情報は以下の通りである。PDC ウィメンズワールドチャンピオンシップはラスト32から始まるシングルエリミネーション、トーナメントであり、特徴は女子プレイヤーのみで行われることである。その他の形式についてはタイブレークが存在しないことやレッグ数、 準決勝までと決勝が別に行われることなど、様々な形式が、p d c アンダー21ワールドチャンピオンシップと同じである。また、ワールドマッチプレイや PDC ワールドダーツ、チャンピオンシップ、ブドワールド、プロフェッショナルダーツチャンピオンシップスへの同時参加も可能である。本戦に出場するには、以下の方法がある。地域別の出場者数は、以下の通りである。 プドパメンバーから編集2010年はプロフェッショナルダーツプレイヤーズアソシエーションメンバーで現役の女子プレイヤーは2008年のレイクサイドチャンピオンであるアナスターシーやダブラムイースラバのみでありラスト32にシードされたインターナショナルクワリファイヤーズから編集出場者の決定はこのトーナメントの出場者決定戦が行われる場合のほか、 各地の大きなトーナメントのチャンピオンに出場権が与えられる場合、そしてオーストラリアのように8つのトーナメントの総合的な成績により決められる場合がある。レリーズクワリファイアーズから編集20のレリーズの各店舗のトーナメントから優勝者が本戦に参加できる。この参加費は無料である。過去に実績のあるプレイヤー同士が 早いラウンドで対戦しないよう考慮した上で、抽選により、シングルエリミネーションのトーナメント表が決定される。このトーナメントの結果は以下の通りである。ハ、は、イ、い、チェックアウト、編集以下は決勝戦のみの記録である。このイベントの歴代の記録は以下の通りである。ありがとうございます。